げ縛りの術。やっぱり暴走を抑えるにはまだまだ調整が必要よね。それに小型化はマストでしょう。秋田君、久しぶり。キャー先生、いつ見てもイケメンです。え、イケメンって？彼女が所長の犬塚秋田君です。え、所長さん？お前ヌエじゃねえか。ということは、はあ、オルト君。委員長、驚いたでしょ。新しい科学人具の実験中だったから。実験って？私の資格をヌエと共有して暴走をコントロールできないかなって。そっか、委員長はヌエと共存する道を探るために科学人具班に行ったんだもんね。うん、スミレが来て本当に助かっているの。今では大事な私の右腕よ。委員長、頑張ってるんだね。まだまだ道半ばだけどね。お待ちかね、新型技師のサンプルだ。いやー、先生の新作、やっぱテンション爆上げです。